本ミッションはあなたのテストを兼ねています。内容は単純です。市外のある地区に逃げ込んだ MT 部隊を全滅させること。このミッションを果たせばあなたはアリーナに登録されレイブンとして認められます。失敗すればその時は死ぬだけです。レイブンの一人があなたの審査役として同行します。手助けは一切しません。地球で鳴らした腕を見せていただきましょう。バンドル MT 工場で試験開発中の MT が暴走中です。隕石が付近に落下したことで特殊な電磁場が発生し MT の誤作動が起こったことが原因と思われます。暴走 MT は試験機のため武装は弱く大きな被害の心配はありませんが、このまま放っておくわけにもいきません。 MT の全機破壊を依頼します。一機残らずきれいに掃除してください。それではよろしく。内通者の消去を依頼したい。目標は我々の内部の職員で、内部機密を陰で企業に売り渡していたものだ。しばらく泳がせておいて調査をした結果、今夜ファルナクレーター群においてエムロード社の派遣隊と取引することを突き止めた。取引現場に踏み込んで目標を消去してほしい。狙うべきは目標の登場した車両のみだ。企業側の戦力は無視して構わない。今回の目的は企業に対して我々の意思を伝えることだ。火星の秩序を乱す行為を我々は容認しないと。レイブンに依頼するのは気が進まない。我々は多忙なのか。以上、よろしくお願いします。トレッド特別環境区にある旧ゲートブリッジに向かってほしい。ここは第一次テラフォーミング時に建造された旧施設の一つなのだが、現在はジオマトリクス社によって占拠されている。ジオ社が廃棄された区域をわざわざ占拠している理由は不明だが、火星の旧施設は全て我々の管理下にある。保安上の観点からも企業の勝手な占拠は容認できない。敵勢力の全滅をもって我々の警告として、企業 MT の全機撃滅を依頼する。同区域は付近の火山の噴火によって溶岩が流入し非常に高温となっている。道路も損壊状態がひどく危険の多い場所だが、レイブンならこの程度は大丈夫だ。以上、よろしくお願いする。ジオ社のエネルギー収集施設を襲撃してくれ。目標はヘラス辺縁にあるジオ社のレクテナ施設だ。施設周囲に配置されたレクテナ装置によって太陽光をエネルギーにし火星の各都市に供給している。今回の任務の目的は都市へのエネルギー供給を停止させジオ社の社会的信用を大きく失墜させることにある。施設及びレクテナ装置を完全に破壊しろ。施設周辺には大型砲や局地戦闘機が配備されており、警備はなかなか堅固だ。そこで比較的警備の薄い夜班を作戦時刻とする。こちらからも MT 部隊を出撃させよう。我々は成功の報告しか求めない。それは分かってくれるな、レイブンなら。地球の依頼だ。地下高速鉄道路の17号地区にディソーダーが突如出現した。その排除を頼みたい。ディソーダーとは出所不明の無人走行兵器だ。火星の各地に出没しては都市や施設を襲撃し火星開発に大きな被害を与えている。この鉄道路は火星を横断する重要な輸送交通網であり、放置すれば交通の停止による経済的な影響は計り知れない。事態は火急を要している。我々 LCC は他にも優先すべき仕事を抱えており、
レイブンに頼むのが最適だと判断した。一機残らず破壊してほしい。素性のわからない機械などに今後の火星の発展を邪魔させるわけにはいかない。よろしく頼む。ジオマトリクス社の輸送車両を襲撃してくれ。目標は軽武装型の通常輸送車両。情報部の調査報告によると高速輸送路 T20 を通過する予定だ。このルートは通常同社が利用する輸送経路とは大きく異なっている。おそらくはジオ社の新型技術に関連したものだと思われる。輸送車両を破壊して輸送物資を奪い持って帰ってきてくれ。強奪が不可能な場合は破壊しろ。それが今回の任務の最低条件だ。必ず遂行しろ。アドイニア海のハワード海上基地が突如連絡を絶った。最後に送られてきた通信内容によると、所属不明の部隊に襲撃を受け、基地内に爆破装置を設置された模様だ。同基地は鉱石採掘施設であることから、おそらくは他社の妨害工作だろう。いずれにせよ、現在は監視衛星が衛星フォボスによる磁場障害を受けているため、それ以上の詳細は確認できない。速やかに作戦区域へ向かい、基地に設置された爆弾の解除および回収をしてくれ。なお、敵勢力と遭遇した場合は即座に排除しろ。頼んだぞ。エムロード社の部隊がアーデンリバーを渡り、当社の研究施設へ進行中です。敵部隊は長距離兵器を搭載した揚陸艇を主戦力とする機動部隊と確認されました。施設は防衛機構を持たないため、敵が射程範囲に入ると防衛は事実上不可能となります。そこで敵勢力の迎撃を依頼します。単なる戦力以上に問題なのが、アーデンリバーが非常に川幅が広いということです。敵部隊が一斉に進行を開始すれば取り逃がす可能性が高いと思われます。そこで3つの中継ポイントを設けました。各地点を敵機が通過するごとに連絡を入れるので、状況をうまく把握して敵揚陸艇の最終防衛ライン通過を阻止してください。それではよろしく。火星地球間運行の拠点であるビルフール空港に対する襲撃が計画されているという情報がある。空港には我が地球政府派遣の宇宙船が到着する予定だが、おそらくそれを見越した作戦だ。空港を壊滅させて着陸を阻止するのが目的と思われる。敵の所属は不明だが、金で雇われた企業の手先と予想される。我々は火星の統治機関として火星の秩序を乱す者に然るべきペナルティーを与えなければならない。空港の護衛を依頼する。同空港最大の要所である発着リフトを敵の攻撃から守ってほしい。我々からも警備隊を派遣するので、共同作戦という形で任務に当たってもらいたい。敵勢力が出現しなくても当然報奨金は払う。十分すぎるほどの条件だ。契約しない理由は何もないはず。バレルド砂漠の新規開発地区マレア基地にディソーダーが出現、基地を襲撃しています。出現元は不明です。個々の戦力はさほどでもありませんが、数が多すぎて対処しきれない状態です。基地の保全が最優先のため、大部隊の出動も困難で、小回りの効く戦力を必要としています。よって今回の作戦にはレイブンが最適だと判断しました。ディソーダーの排除を依頼します。なお今回の作戦内容はもちろん、施設の存在自体も完全に部外秘です。それではよろしく。
両社所有の火星横断列車ブラックテールへの襲撃をエムロード社が画策しているという情報を入手しました。ブラックテールは新開発の AC パーツを輸送中で、緑地下地帯にあるスキャパレリ列車ターミナルで補給を行う予定です。施設は防衛機構を持たないため補給中に狙われる可能性が非常に高く、護衛戦力の投入が不可欠と判断しました。そこで列車の護衛任務を依頼します。駆動部である戦闘車両の保護を最優先とします。列車が当地を離脱するまでの間、敵勢力の攻撃から守ってください。よろしくお願いいたします。地球タレント地下工場施設に向かってくれ。 LCC の勢力に襲撃されている。表向きには MT 工場だが、実際はカムフラージュに過ぎない。地下の最奥部には我が社の AC に関する技術情報が記録された情報端末がある。 LCC はその情報をつかみ、情報強奪のために襲撃してきたようだ。最近バレーナが LCC と接触を取っているという情報もある。敵勢力を何としても排除してくれ。 LCC も今までは息を潜めていたものの、そろそろ行動に出てきたようだ。断固としてこの暴挙に対抗しなければならん。なお、工場は我が社専属のレイブンが護衛している。現地で合流して共同で敵を倒してくれ。報酬は全額前金で払う。頼んだぞ。現在 LCC の地上部隊がテラナ山脈方面から我が社の衛星都市であるザングチシティへ進行中との報告を受けた。テラナ山脈方面から地上部隊を展開させるなら、大断層にかかるグレートブリッジを必ず通過するはずだ。境上では戦力が集中するので、敵勢力を一網打尽にする絶好の機会だ。そこでレイブンの力が必要となる。グレートブリッジ上で敵勢力を迎撃、全滅させて敵の進行を阻止してほしい。我が社からも応援部隊として MT を2機つける。本作戦は LCC の生命に対する我が社の回答だ。必ず遂行してくれ。アルナクレーター群にあるタックス水生成施設からの連絡が途絶えて14時間になる。監視衛星からの映像では施設内に急激な温度上昇が確認された。何者かがコントロールシステムに介入し、生成用の炉心の制御装置を暴走させている可能性が高い。このまま温度膨張が続いて限界温度を突破すると水生成施設は壊滅。火星全土への水の供給が停止して、我々の信用は地に落ちることになる。内支給施設に向かい、最深部にある炉心制御装置を破壊、温度の上昇を止めてほしい。誰の手による破壊工作かは予想がついている。彼らへの制裁を考えておかなくては。それではよろしく頼む。アドイニア海中に建造されている LCC 所有施設リーブル海底基地を襲撃してくれ。当海は火星共有の財産であり、独自の施設を建造することは協定で禁じられているが、 LCC は公共事業の名のもとに海底の開発を独占して推し進めている。この施設の用途は不明だが、化学物質を積んだコンテナが多数搬入されているという情報も入手している。放っておくわけにはいかん。海底施設に潜入して破壊活動をしてほしい。施設内のあらゆるものをできるだけ多く破壊して施設の機能を奪ってくれ。 LCC に対して遠慮する必要はない。破壊の限りを尽くしてくれ。
社の調査隊がアルカ特別環境区で鉱物資源の発掘調査中に消息を絶ちました。発掘した鉱石が積まれた輸送ポッドとともに現在も行方不明です。早急な救助活動が必要なところですが、この地域はディソーダーの多発する地域であり、正直なところ我が社保有の治安部隊程度の戦力では救出が困難なのが現状です。そこでレイブンに調査隊の救助およびポッドの回収を依頼します。早急に現地へ向かってください。なおポッドの回収を最優先としてください。それが本任務の最低限の要件です。それではよろしく。アーデンリバー上流にあるジオマトリクス社の AC 研究所に対し襲撃を決行する。そこで陽動作戦を取ってもらいたい。作戦区域はアーデンリバー流域だ。下流から上流へ向かって進撃し、ジオ社の警護部隊を引きつけてほしい。新型の MT2 体を提供するので、なるべく派手に暴れてくれ。研究所の護衛部隊がそちらに向かい、警護が手薄になった隙に本体が総攻撃をかける予定だ。 LCC を打倒するためにまずはジオ社を潰し、その技術を取り込んで勢力の拡大を図る。この際なりふり構っていられん。頼んだぞ。エムロード社のザムダ軍事基地を攻略します。これは当社と LCC の部隊による共同作戦であり、我々が施設の防衛機構に対する破壊活動を受け持つことが決定しています。つきましてはエムロードの一大軍事拠点である同軍事基地への潜入および目標破壊を依頼します。目標は施設内のレーダー装置です。レーダーを破壊すればエムロード社の目は事実上無効化します。その後 LCC の部隊が攻撃する予定となっています。エムロードの軍事拠点だけあって警備は厳重です。正面突破は困難なので地下鍾乳洞を利用した排水施設から侵入してください。地上に出たら速やかに全機破壊してください。よろしくお願いいたします。つい先日バレーナ社との共同作戦で攻略接収したザムダ軍事基地をエムロードの残存兵力が襲撃、基地を奪回されたという報告が入った。彼らはまだ我々と渡り合う気がある。我々はザムダ軍事基地への最終攻撃を実行する。前回以上の戦力を投入してエムロード社勢力の完全な一掃を図るつもりだ。ついては作戦参加を行う。施設に侵入して施設最奥のメインコンピューターを破壊してほしい。そうすれば基地全体の制御が解除されて基地の機能は停止、事実上の武装解除となる。残存勢力とは言っても敵戦力はかなりのものだ。単なる後始末とは考えない方がいい。我々からも部隊を派遣する準備がある。彼らも総力を結集して迎え撃つ。この作戦をエムロードへの最後の軍事行動とする。よろしくお願いする。エムロードはまだ力を残していたようです。ザムダ軍事基地の地下から出撃した超大型地上兵器 SRBIA がバレルド砂漠を進行中です。その進路上には当社の衛星中継装置が設置されており、破壊されると当社の情報産業部門は大打撃を受けます。その事態だけはあらゆる手段をもって避けなくてはなりません。 SRBIA の進行阻止を依頼します。搭載された重火器類を全て破壊して戦闘能力を完全に奪ってください。当社からは MT2 機を援護部隊として提供します。今回の作戦が成功すれば LCC へのちょうどいい手土産となるでしょう。あなたのご活躍を期待します。
緊急事態です。当社の中枢都市であるジオシティに対し LCC の攻撃部隊が進撃していることが確認されました。目標は当社の火星本社ビルの制圧だと思われます。地上海上からの襲撃に対しては万全な防衛体制を敷きましたが、対空防衛に着戦力が不足しており、レイブンの協力を必要としています。本社ビル屋上に待機し、敵勢力を確認次第速やかに迎撃してください。こちらからも弾薬補給用のヘリを用意します。有効に利用してください。何としても LCC の暴挙を食い止めなくてはなりません。それではよろしくお願いします。私の受けた依頼に対する協力者を募集する。依頼内容はパロナクレーター軍に駐留しているジオ社の部隊を撃滅しろというもの。部隊は墜落した宇宙船の調査を行っているようだ。作戦区域には磁気嵐が吹き荒れており、電子機器に異常が発生するためレーダーが一切使用不能だ。そのため敵機の発見は目視に頼るしかない。また敵機の数も多く、一人では対処しきれない可能性が高い。短期での任務遂行が困難なこと理解してくれただろうか。十分な報酬は用意したつもりだ。全額前金で支払おう。では待っている。当社の輸送機がアルシア山脈に墜落しました。墜落当時一帯は激しい吹雪に見舞われており、天候不良が原因かと思われましたが、監視衛星には直前に大型の熱源反応が記録されていました。そのことから輸送機は撃墜された可能性が高く、輸送物資の強奪を目的にした敵勢力の作戦行動と思われます。輸送機には我が社の極秘資料が積まれており、何者であろうと渡すわけにはいきません。資料の積まれたコンテナの破壊を依頼します。邪魔者は誰であろうと排除してください。全額前金で支払います。必ず遂行するように。特殊部隊に持ち去られた資料がバレーナ社の AC 研究所にあることを突き止めました。続いては当社で奪回作戦を実行します。今回の作戦内容は2つ。1つは資料の奪回、もう1つは施設の爆破です。この研究所はバレーナ社の自社 AC 開発のための施設で、後のために破壊しておく必要があります。レイブンには施設内の敵勢力の排除と爆破装置の設置を受け持ってもらいます。その間に当社の回収部隊が資料を奪回します。爆弾の設置箇所は施設を制御しているメインコンピューターです。爆弾を仕掛けた後は速やかに脱出してください。なお施設への侵入ルートは2つあります。どちらからでも侵入できるはずです。それではよろしく。当社所有の潜水艦に乗り込み、目的地までの護衛を依頼します。潜水艦は先に奪回した機密資料を運送します。 LCC とバレーナは資料の再強奪を狙っていると思われ、万全の警護が必要です。潜水艦内で待機、有事の際には出撃してもらいます。 LCC は空母をはじめとする海上戦力を保有しているため、様々な危険が予測されます。考えうるあらゆる状況に対応できるよう準備を整えておいてください。それではよろしく。特殊部隊隊長レオス・クラインに対する調査を依頼します。第一次テラフォーミング機に建造された市街施設ムラクモドームに潜入してください。このドーム施設はすでに廃棄されており、現在は完全にゴーストタウンと化していますが、そこにクラインらしき人物が出入りしているという情報があります。何があるのかは分かりませんが、彼の目的を知ることで LCC に対抗する有力な手がかりが得られるかもしれません。
良い報告を待っています。ジオマトリックス地球本社を代表して依頼したい。周知のことと思うが、我がジオマトリックス火星支社は LCC と交戦状態にある。騒動の発端が LCC の横暴ぶりに起因することは明らかであるが、戦況は我が社にとって芳しくなく、先日地球にて行われた総代表会議の場で LCC に対する和解案が提出された。しかし火星側はこれに猛反発し、会議は物別れに終わっている。我が社の総意としてはこれ以上ことを荒立てる気はないのだが、火星側は会議の席上で気になる発言を残している。我々にはまだ切り札があると。その言葉の真意は不明だが、火星側は以降連絡を取っている。我々の調査によれば、閉鎖されている地下鉄道路に部隊を派遣しているらしい。おそらくそこに彼らの言う切り札があるのだ。すでに我々からも部隊を派遣したが、連絡が途絶えている。もはや我々には手の打ちようがない。鉄道路内を調査し、彼らを止めてくれ。先の大型ディソーダーの件で切り札を失ったはずの火星支社だが、未だ交戦の意思を失ってはいない。我がジオマトリクスからの独立を一方的に通告し、以後一切の通信を拒否している。調査の結果、火星支社はクワイアミサイル基地から高密度核ナパームミサイルの発射を目論んでいることが判明した。標的は火星の主要都市だ。火星支社は我々の思惑を超えた行動をとっており、もはや単なる害悪でしかない。火星支社はすでに我々とは別の組織である。だが親としてこの責任は取らなければならない。基地内に侵入し、ミサイルの制御装置を操作して発射を停止させてほしい。条件は困難を極めるが、万難を排してでも遂行してほしい。後始末は我々がする。最悪のケースだけは何としても防いでくれ。LCC 新体制の確立にあたり、地球から新長官の就任が決まった。新長官の乗る宇宙船は数日中にビルフール空港に到着する。そこで空港の警護を命令する。もはや我々に反抗する勢力が存在するはずもなく、警護の必要などありえないが、今回の新長官着任に合わせて我々の力を誇示しておく必要がある。つまりデモンストレーション。空港の外周部で待機してくれればいい。報酬は払ってやるのだから、こんなにいい仕事はない。近日中に全米軍は我々 LCC に所属することになる。これが最後の仕事。なお長官自身の護衛は特殊部隊が担当する。邪魔をしないように気をつける。以上。現在 LCC は司令の不在と戦力の低下によって機能停止に陥っています。今回の依頼は我々地球政府が直接送信しています。反乱を起こした特殊部隊は各地で一斉に放棄し、火星各地の重要施設を占拠しています。我々の管理下にあるジオシティに特殊部隊によって襲撃され、ジオ本社ビルが占拠されました。それに対して我々は奪回作戦を計画しました。計画にはレイブンの協力が必要です。シティを守備する特殊部隊の排除を依頼します。シティ内に突入し守備部隊を攻撃してください。その間に制圧部隊を屋上から本社ビルに突入させる予定です。また反逆の首謀者であるレオス・クラインの行方は現在不明ですが、発見した場合は即刻排除してください。これは最優先とすべき事項です。それでは待っています。
突入部隊から報告がありました。それによるとジオマトリクス本社ビルの地下に第一次テラフォーミング時に建造されたと思われる研究施設が存在することが明らかになりました。ジオ本社ビルは奪還済みですが、地下施設にはまだ特殊部隊の残存勢力が立てこもって応戦中です。ジオシティの完全奪還のために残存兵力の排除を依頼します。なお地下研究施設にはリソーダーも確認されています。万全の体制で臨んでください。引き続き各地を占拠している特殊部隊の排除を依頼します。今回は火星軌道上の宇宙ステーションハンマーヘッドに向かってください。我々の情報では当区域には特殊部隊の兵力が特に集中しており、その警備の厳重さから判断してレオスクラインが駐留している可能性が高いと見ています。第一の任務はステーション内に駐留する部隊を排除すること。ただしクラインを確認した場合即刻排除してください。今回の作戦のために特例的に軌道エレベーターラプチャーの使用を許可します。至急ハンマーヘッドに向かってください。あなたの帰還を心待ちにしています。レオスクラインの居場所を突き止めました。彼は火星軌道エレベーターラプチャーの中枢動力区画部にいます。早急にクラインの排除を依頼します。動力区画部はラプチャーの心臓部であり、動力炉を破壊されると火星へのエネルギー供給がストップ、最悪の場合はラプチャー自体が崩壊する危険があります。ラプチャーは火星の人類のシンボルであり、破壊されるわけにはいきません。ラプチャーの破壊は避けながらクラインを排除してください。彼を打倒して火星に秩序を取り戻しましょう。あなたの帰還を心待ちにしています。区画を取りました。 LCC の軍事施設が特殊部隊に占拠され、地下ドックからバレーナ社が開発した STAI が発刊しました。どうやら各地の暴動はクラインの陽動作戦だったようです。こちらの戦力を各地に分散させることで妨害を受けずに軍事施設を占拠、 STAI を発刊させることが目的だったようです。 STAI はバレーナ社が独自開発を進めていた戦略航空戦艦で、火星全土を焦土とすることができるほどの火力が備わっています。彼は事実上火星最大の戦力を手に入れたことになります。今度こそ何としても止めなければなりません。現在クラインは衛星ホボスの軌道に向かっています。軌道上から地表への攻撃を画策していると思われます。輸送機から航空戦艦に乗り移って外部から侵入し STAI を止めてください。今回の作戦は多数のレイブンを雇っており、総力を挙げての戦いとなるでしょう。作戦の成功を願っています。先ほどレオスクライン自身から通信がありました。彼は現在火星の衛星ホボスにいるようです。通信の内容は実に驚くべきものでした。彼によるとホボスはそれ自体が古代火星文明の残した遺物であり、高性能なコンピューターによって制御された巨大な機動兵器であるとのことです。我々にもにわかには信じがたい内容ですが、彼の言葉を裏付ける証拠があります。先ほど我々が行った観測によると、すでにホボスの軌道が変わりつつあるのです。ホボスが火星に落下しただけでも我々人類には計り知れないほどのダメージとなります。最後の依頼です。クラインを止めてください。今回の件が決着したらレイブンに自由を与えます。我々の管理下を離れて G
自由と独立を保った傭兵として生きることができることを約束します。レイブンにとって最高の報酬でしょう。他に選択肢はありません。あなたの帰還を心待ちにしています。